おぼです。オーバランチャンネルへようこそ。今日は黒部ダムに来ました。黒部ダムといえば日本一のダム。今日はめちゃくちゃいい天気です。黒部港。そしてこれは1900何年かな、昭和31年に工事をスタートして、で、昭和38年、完成。7年かけて、1000万人を動員し、500億円以上をかけて建設されたダム。何人もの方が犠牲になったダムですね。黒部ダム。めちゃくちゃ気持ちいいよ、これ。今日はね、今、ロープウェイかなんかを待っている時間で、めちゃくちゃ気持ちいいね。いやー、すげえ。ラクサス、日本一。何メートルなんだろう。この、ラクサが高ければ高いほど、電気がより作られる。この辺りのね、電力を支えている黒部ダム。いやー、こうやってね、旅をしているときに、この GPS をね、ガーミンを走らせて、で、GPS で撮って、記録に、記念に残しておくっていうね、そういう感じでやっております。黒部ダム。ちょっと綺麗だね。すごいね。こっちも綺麗だわ。今日は最高だな。いやー、立山連峰、この辺ね、雪がまだ残ってます。これからさらに上に登っていきます。もうこの時点ですでに標高は1400メートルぐらい来てますので、結構息が切れます。いいね。こんな感じで、家族が待っているところにこれから戻って、この黒部ダム、そして立山アルペンルート、続いて楽しみたいと思います。それじゃあ、黒部ダムでした。ちょうど走るか。行け。お、いいね。よし。上げたか、上げたか。え？よし。トンネルの中めっちゃ寒い。うん。こっちあったかい。